あなたがくれたこの名前はいくつの願い込められてるの？そこから見える私の素顔は誇れるものですか？あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて、年に一度の誕生日だから照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔を願ってる人、いつか会ってください。真っ白なユリを写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この生き方を。はい、こんばんは。今夜はね、24日ってことでね、福山さんのね、誕生日には真っ白な百合を歌いました。2017年11月の24日金曜深夜の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。あー、ちょっと0時待っちゃった。ちょ、どうもこんにちはね。どうもおすくい、どうもとしやさん、どうも、はい、おなたさん、どうもね、おばたさんかね、るなさん、どうもね、あきこさん、どうもおすくい、ありがとう。みちやさんもどうもね、お互いお疲れ様ね。あ、ぎろうさんはこっちの方が、どうもね、そう、月の誕生日を、うん、こんにちはね。はい、こんにちは。今日はね、そんな24日ってことで、誕生日には真っ白な百合を歌いました。ね、こんにちは。ね、そうだ、夜が明けて、土日ね、今週予定通り休みですんで、ね、キャンプ行こうぞ、キャンプ。分かった？行っとく、よかった、分かった。今回、土日休みよ、今週。休みなんでね、夜が明けて土曜日曜ね、25、26、ね、なので、キャンプに行きたいと思います。で、昨日までキャンプはさ、またいつもの群馬の角渕区行ったけど、今回はね、うん、やっぱやめるよ。ちょっと変えて、山行きたくなっちゃったから奥多摩小屋行こうと思って、これね、奥多摩小屋行く。今回のキャンプ、奥多摩小屋のテント場すごい悩んだんだ。あれ、予定通り角吹きもいいけどさ、ね、巾着でも行きてえなとか、いろいろ頭の、いろんな思考、いろんなもん葛藤があってさ、結局奥多摩小屋に決めた。もう決めた。こんにちは、ルナさんとね、ヒロさんともね、分かったからね、発信所できないからね、この奥多摩小屋だからさ、標高 1800m なんで、電波入んねえからさ、発信はしませんから、また後日ね、ローカルのアップするからね。そうね、北はそうね、首都圏はまあ大丈夫よね、うん。分かった、今回のキャンプはね、奥多摩小屋テント泊だからね、発信はちょっと無理よ、うん、ね。ほん、悩んだの、ほんと。ちょっと前まではさ、昨日ぐらいまではさ、普通のキャンプ場もいいなと思ったんだけど、なんか、奥多摩小屋に微妙に、無性に行きたくなっちゃって。なんかな、最近だって、山はさ、この間9月だっけ？ 8 月のお盆休みは雲取り行ったんだよな。で、9月から10月に、あれ、清滝小屋だっけ？ね、あそこのテント場に泊まってね。それ以来だからさ、ね、一泊以上行ってないもんね、山な。ムズムズしてきちゃってね。今回のキャンプはね、山小屋のテント場です。奥、雲取さんの8合目ぐらいの
奥多摩小屋のテントまで、ね、そこ行きますんで。多分配信はできない。まあ当然できません。電波入んないから。電波で入るのはラジオだけど、ね。だからラジオ持ってくよ、僕はね。いつも通り。うん、バリバリ入るからね、あれは一応だからね。お、雲取りのね、雲取りの途中にある山小屋でもね、あれ、山梨側の三条の湯とかはね、もう、奥多摩小屋より標高は低いんだけど、あそこは、あれ、谷だからね、三条の湯は。あそこはね、やっぱ、ラジオの電波全然入んないからね、標高1100ぐらいなんだけどね。でも、奥多摩小屋はさ、標高1800ぐらいで、もう、尾根沿いだからさ、バリバリラジオが入るからね、それもいいんだ、あそこね。ラジオっ子には最高や、そこ、奥多摩小屋。景色もいいし、ラジオも入るし。そうね、明日寒いそうね、楽しみだ。11月のもう奥多摩小屋のテントはもう何回も泊まってるけどね、うん、数えてない。11月初めて、うん、11月は。去年登り始めて、去年は6、8、10、12だっけ。偶数月登ってたからね、今年も4月とか登ってね、うん、初めて10月、11月は、うん。楽しみだ。そんな、わかった？どうもね、二郎さん。だからね、明日、明後日のキャンプ配信ない、多分ないと思うんでね、うん。キャンプ配信で帰ってきて、で、日曜日。ね。あれ、あの子の、まーちゃんの、あれ、オフ会行こうかなと思ってる。久しぶり、8月以来です、奥多摩小屋はね。うん。8月のお盆休みに行ったんだね。翌月はあそこ。両神さんの京滝小屋のテント場だったからね、まずはね。その後しばらく普通のキャンプ場だったからさ、ね。久しぶり。そんなわけでね、やっぱね、山、なんか山がなんか、しばらく行かないとね、やっぱ、ムズムズしちゃって、せっかく、天候もいいからさ、今回ね。天候もいい感じなんで。うん、ありがとうね。天候、多少曇っててもさ、雨っぽくてもさ、普通のキャンプだったら、河原とかキャンプ場だったらさ、できるけどさ、山はさ、やっぱ登山はさ、天候悪いの辛いからさ、うん。テント泊。うん。今回テント泊よ。うん。まあ、キャンプみたいなの送ったもん。だからね、当然僕テント泊メインだからね、雲取りさ、山頂は行きません。行かないから、もう最初のいつも通り。行かない。山頂は目指しません。奥多摩小屋のテントで一泊して帰ってくる、そんな感じです。あ、こんにちは。わかったね。A さんどうも。遅くにありがとう。そんだけでね、明日の準備してたらね、うん。こんな期間。あ、もうバックパック全部詰めてある。うん。冬場いいよね。うん。もう水もペットボトルで詰めてあるしね。うん。夏場だったらさ、ペットボトルなんかさ、冷凍庫凍らせたら翌朝詰めるけど、もう入れても大丈夫。冬場寒いから。うん。小屋を3本ぐらい持ってって。まあ、だから山、小屋のテント泊なんでね、普通の食材もね、まあおでんも、この間まで残りのおでん入れて、ちくわぶ入れて、肉は持ってかない今回は。うん。肉はなし。特別はね。うん。あと、即席麺とかそういうやつね。明日はね、奥多摩小屋行きます。予定変更して、昨日まではさ、キャンプ場とか行ったけどさ、いつもの。うん。楽しみ、今がワクワク楽しみだ、ほんとね。久々だ、奥多摩小屋のテント場。千代田線で新お茶まで行って、お茶の水から中央線に乗って行こうと思ってます。うん。カルパスは持ってかない、カルパス。うん。今回持ってかない。じゃがいもは持ってく、じゃがいも。じゃがいもは便利なんだよ。皮むいちゃう、そんな洗わなくても食えるからさ。ね。じゃがいもは一緒にいて。じゃがいもおでん入れようかなと思って、じゃがいも。うん。カルパスなんか買ったと思う、どっか見当たらないのカルパスあるかな、もう一回見てる、カルパス。カルパスあったら入れようかな、どっか入れてしまったって見当たらないんだよな、カルパス。
カルパスに当たんない。今回カルパスに、ま、どっかしまっちゃったと思うんだけどね。まあいいや、今度はね、今回持ってかない。もっと、タッチワーフ持ってかないよ。うん。じゃあ今日のもうこんな遅いけどさ、お夜食行こうか、お夜食タイムね。うん。じゃあ今夜も扱う。扱いこうか。遅いけどさ、いっぱもうピコピコなんだもんだから。扱い行きます。今夜も扱う。ちょっと多めに入れようか。扱い行くよ。アルコール、トランギアね。トランギアです。で、いつものライター。これも明日持ってきます。ビッグ。何やかんやってビッグが一番いいよね。じゃあ、扱いのセット持ってくんね。ズボンの中？あ、そうか。あ、入ってないんだ。わかんない。本日も鬼殺し行きます。はい、鬼殺し100円のやつよ。始発に乗って行こうと思う。始発早いの、5時過ぎの始発に乗って出ようと思ってます。始発の清田線でお茶の新お茶行って、そこから中央線乗り継いで行こうと思ってます。まあ電車でのんびりできるからさ、乗っちゃえば。結構乗り台あるからね、こっちから行くとさ。荒川府から向こう行くとさ、電車が長いんだよ、あれ。じゃあ、缶付け開始。はい、今日も扱い行きます。どうもね、扱い行くよ。あ、そうか、そういう意味か。わからなかった。気づかなかった。あー、お腹ぷくぷくだ。生揚げはだどうしようか。今日生揚げ食べようと思った。生揚げ食べよう。今日は大田屋の生揚げだ。大田屋の生揚げ。こちらの生揚げいきます。見えかな？本家の生揚げ。こっち、もう賞味期限過ぎたけどね、これ。これいきます。
今日は生揚げ。本日は生揚げだ。生揚げ、もう切ってきた。生揚げ。どうもこんにちは。本日は生揚げいくよ。おそこでありがとうね。今日は今缶漬け、これおなじみファミリーマートの100円シリーズ。ファミリーマートはいいね、これで、ね、これ税込み100円だもんね、これね。これは嬉しいよね、ファミリーマートはね、うん、こんにちはね。いつもの良いさ、スマホの方で見ようかな。あ、23名遅くにありがとうね。今週末土日休みになりましたんでね、キャンプに行ってきます。場所はね、うん、山越し久々奥多摩小屋のテントパークで。美味しいよ生揚げ、うん、お化け出ないよ別に。もうお化け霊感ないからかな、わからない、霊感ないからか。沸騰したらこれまた芋のプレートで炒めようかな。これで炒めようか。今日はこれで生揚げを炒めたいと思います。ダイソーのライスステーキプレートで。美味しいよ生揚げ、安くていいよ生揚げ。お腹ペコペコだ。苦労してんのはゴチブリかもしんない。ゴチブリ、苦労してんだってゴチブリかもしんないね。ゴチブリかもしんないね。ないの、いや、ゴチブリじゃないよ、汚れじゃ。ゴチブリじゃなかった、汚れですね、うん、うん、うん、分かった。今日も出たけど、今日遅かったから行かなかった。今日下ろさなかった。日曜日帰ってきて行こうと思う。だから日曜日帰って忙しいよ。昼ぐらい帰ってきたらさ、あれ、修理を下ろしてきてさ、部屋代払ったりさ、お金、金勘定してさ、その後、秋坊さんのオフ会行くからさ、日曜日午後大変で帰ってきて。うん、あ、明日 ATM 開くまで待ったんじゃさ、あれ。遅くなっちゃうからさ。日曜日帰ってきたらお金は管理する。もう下ろそうか、沸騰したんで一回下ろします。で、今度は芋のプレートで、あ、油敷いて、今度は生揚げ炒めるよ。生揚げ炒めるよ。ちょっと油敷いて、これがね、油がなぎんで垂れて、こんなような角吹きキャンプ場行くから、ほんと悩んだんだ、ほんと。すごい悩んだ。悩んだんだけど、奥多摩小屋に決めた、今日は。だんだん馴染んできたら、この芋ライチプレートもね、使っていくうちにね、この、いい感じに流れてきたら。うん。痩せないよ、大丈夫よ。体
体がバリバリ大丈夫よ、僕は。ガッチャンは健康よ。大丈夫よ、心配ありがとうね。大丈夫よ、ガッチャンは。今回はね、あれね、奥多摩ご予約はね、ストームクッカーにしようかなって前言ったけどね、今回ストームクッカーまあ、よして、あれ、またあれ、日年の 15g の固形燃料のみである。この間買った。日年の 15g の固形燃料のみでやりたいと思います。固形燃料。油だね。お、油がたなじんできたら生揚げ乗っけるよ。お、全体回ってきた。うん、する。あ、僕ユーザーさんが送ってきて割りがあるからもらったやつ、あれ使おうと思ってます。こっちに入ったの。お、油馴染んできたね。まあこんなもんで、箸持ってこようか。箸。生揚げいたの。まあ、焼いてくよ。おー、いい音。もう2つだったからな。確かになったから。ちょっとちょっと引いちゃった。生揚げ炒め。なりそうよね。だって、こっち、奥多摩はね、奥多摩小屋の方はね、こっちの23キロよりだいたい10度低いからね。10度。当然商店街最低気温は。最低気温は当然商店街。今日は生揚げ炒め。どうも。今日は醤油にしようか、醤油でかね、回してて。あ、塩でもいいやな。ちょっと多かったかな。あ、ずっ、あ、あ、ずっ。炎が近いかな。おお、いい焼けてきた。ちょっと熱変えようか。少しずつ焼く。あ、生姜醤油もいいね。うん、
あ、そうだ、醤油、生姜の醤油漬けの醤油かけようか。生姜の醤油漬けがあったんだ。生姜の醤油漬け。その醤油かけよう。これ常備してある生姜の醤油漬け、ちょうど適当につけたんだ、こうやって冷蔵庫、その醤油入れろ。うん、生姜醤油、今度生姜炒めようかな。今度は生姜炒めようか。今日は生姜使わない。生姜醤油で、生姜醤油、生姜の醤油漬けのやつね。こんなもんでいいや。上からやれば下もこんなもんで、こんなもんで、はい、生揚げの生姜の醤油、生姜醤油焼き、生姜焼きじゃない、いわゆる生姜焼きの生揚げバージョンか。普通生姜焼きって言ったらさ、豚肉だけど、これは生揚げですね。生揚げの生姜焼きです。おー、いい香りだ。すげえいい香り。すげえいい香り。すげえいい香りだ。すげえいい香り。まあ、いいから、もうこの辺でおろそうか、焦げた。醤油かけたでね、おろします。まあ、ちょっと、皆さんの缶酒の方をのっけて、じゃあ、生姜焼き完成で、再び缶酒。ああ、いいでしょ、この湯気。今日は生揚げの生姜焼きだ。生揚げ生姜焼きいただきます。うん、うまっ。うん、おいしい。お手伝いがいいよね。この湯気がいいね。今回のチャンプは山だからさ、固形燃料なんで、あれ、芋のプレート持ってかないよ。スノーピークのパーソナルクッカーってやつ持ってこうと思って。うん、この皮の部分がうまいんだね、食感が。焼くとね、これね、揚げの部分がね、うん、ね、うまい。やっぱ下の方はやっぱ染みてんでしょうがね。うん、うん、あ、うん、
厚感もいいんじゃねえか。うん。厚感もこれ飲もうか。じゃあもう一回乗っけようか、これ。もう下の方は一応平らになったんで、今度こっちの方厚感でまた交換する。スタビ乗っけて、これで出来上がり。じゃあ、じゃあ厚感行くよ、今度厚感。コップ持ってくる。今度厚感行くよ、ね。じゃあ本日もおなじみいちごをいつものグラスで缶酒いこうか。今日は生揚げの生姜焼きでおなじみですか。一号としてもう遅いから二号。はい、乾杯。たまに安いからたまたまそういうのどっちでもいいんだ、僕は赤でもどっちでも、うん、今度初の楽しみだ。日年の固形燃料暗熟 15g でやってるから、日年の固形燃料 15g で、うん、20パック、20回であれ持ってって、あれだけでやってみる、うん、今までポケットストーブでやったのはさ、付属の燃料の他に 25g とかであったから、ね、初めて15どうかなと思ってやってみようと思って、うん、今日は生揚げの生姜焼き、うん、じゃあ扱うんだ。まあどうも、明日朝夜が明けて土日休みなんでね、キャンプに行きます。今回は奥多摩小屋テント場です。うん、悩んだんだ、本当はね、あれ。新客堂も行きたいなと思ったんだけどさ、新客堂。交通してきたら新客堂一番安いんだ、あそこが。いや、あとね。でもね、本当に悩んだけど、奥多摩がやって決めても。だからテントはね、あれ、自立意識強いと、ウルトラライトの持ってきます。あ、どうもおやすみなさいね、あきこさん、どうもね。あ、うまそうだ。
早いですね。うん。暗いよね、まだ。冬場の場合はさ、温度が低い分さ、その辺安心では食材との管理が楽だよね。11月の奥多摩小屋は初めてなんだからね。12月はもう泊まったことだけどね、11月は初めて。あ、じゃあ、まあ、最後の生揚げ、今回一応持ってく使う一応七やつ、あれドン・キホーテ買った1000円ぐらいのやつ持ってくけどね、どうかな、使うかな、なんたしか荷物になるんで持ってかないや。あれ持ってくられたらこれ持ってこうと思って、体重乾電池1個で作っている、ね、ミニレッドライト、これ1個、これライトガール結構あるね、これこれいい、これ体重1本で作ったやつね、500円ぐらい買ったやつ、これ持ってきます。ライトはライトないとね、夜トイレ行くときね、暗いとどうしようもないからさ、キャンプの時はね、持ってこないとね、ライトはね。あ、今日はね、生姜醤油、生姜焼きにしたの、今日は、生姜焼き。で、もう食べ終わった後、今日は生揚げの生姜焼き食べ終わった後、もうあいつの扱うよ、ね。ああ。これ飲んでおしまいだ、今日は。そう、特に、テント場だから、奥多摩小屋だ、標高1800だからね。そう、普通に外でも寒いぐらいだもんね、平地でもね、まあそこ。奥多摩小屋は標高1800なんでね。うん、天候もいいから大丈夫、よかった。でもそんな、じゃあ今年の方が寒いのかもしれないね、多分。去年より暖かい、寒いじゃない、去年僕大晦日から元旦ね、奥多摩小屋、奥多摩か。去年、大晦日元旦はね、七辻で一泊で、大晦日、あれ、元旦はあれは、奥多摩じゃなかった、雲取山荘のテント場だったんだっけ。ってことは、それで寒くなかったもんな、あれ。そうよ、あそこテント場。だいたい1800ぐらい。雲取山荘はだいたいそんなもんよ。雲取山は標高が2017だからさね。2017。七辻市が1500ぐらい、七辻市小屋。よく泊まるとこ、七辻市小屋が1500。三条の湯の三条小屋が1100ぐらい。雲取山荘、あれ、奥多摩小屋の反対側の雲取山荘は標高1900弱、1800台後半ぐらいかな。確か。1800台後半が、雲取山荘で、反対側の奥多摩小屋いつも泊まるのが1800ぐらい。うん、持ってるの大丈夫、空電池もあるよ、うん、ちょうど僕のこの携帯ラジオも単4だからね、これもね、単41本だから、単4で十分なわけね。これは単42本か、単42本で十分ね。単4本格っていうか、もう何度登っていくか、奥多摩小屋って、うん、一応僕の いつも奥多摩小屋のテント場はね、企業で行ったらさ、よく行く群馬のキャンプ場、あれそこと同じぐらい行ってるかもしれないね、うん、テント場では、うん、そうそう、奥多摩小屋のテント場はそうよ。だって、
去年だけど少なくとも6、8、10、4回泊まってから去年だけで、奥多摩小屋は。4回泊まってからね、4回。去年だけで。今年ももう、今年も泊まって、今年だって4月のゴールデンウィークは2回も泊まってからね。4月のゴールデンウィーク。前半29、30だっけ。で、その後3、4、5でもいいね、それぞれ。何、ほんと何気に多いの？テント泊で行った、ほんと、ほんと、下手。結構泊まってんだよね。でも山頂はね、4回ぐらい行ったことあるけどね、ほとんど。もともと、テント泊したくて雲取山に登るようになったからさ。山頂はもう4回、そのもう数回登ればいいかなって感じで。1号さんがそうじゃん、あれ。もう1号さんの動画見てきた。あの人もそうみたい、あれ。さ、東京はしません。山頂は行かない。奥多摩小屋で、テント泊して、あんな感じで僕。強し帽子はかぶるけどね、やっぱ両神さん、この間よく分かった。鴨沢口って楽だよ、ほんとほんと楽だ、よく分かった。両神さんもすごかった、あれ。岩山でゴツゴツで、あれと比べたらね、雲取山ってね、楽食ってか、雲取山でもあれ、雲取山の鴨沢口からのコースって楽だよね、ほんとね。わからん、それ。いろいろ登ってみた結果、だから最初はわかんなかったけどさ、ね。城ヶ岳と比べると、鴨沢口って楽だよ、ほんとね。もうおしまい。今日は松川一号を美味しくいただきました。じゃあ今夜はこの辺で終わろうかな。おやすみなさいね。ではまた。で、明日の土曜ないからな、明日。そんなわけで、明日はテント泊だからさ。奥多摩小屋のテント泊なんで、配信はありませんから、多分これが最後だと思います。会うとしたらまた日曜日ね。おやすみなさい。登山靴、ね。でも高い山で、あれ、一番高い2017だからね、東京の山って、奥多摩。あとは1700とか1500とかだからね。一番高くて、2017、今年の昇降年って言われてね、2017なのね。あれが一番高い。あとは全部、1500とか1000台だからさ、2000メートル以上あれぐらいじゃない？それもほとんど境目だから、ほとんど。登山道はさ、山梨県側が多いんだ、あれ。ね、ほとんど、あれ、雲取山って。山頂が唯一東京都かなって感じで、そんな感じだから。ね。おやすみ。ではまたね。東京の端っこね。だって大阪府よりはでかいからね、東京都。大阪府よりかは東京都の方がでかいからね。おやすみなさい、ね。だから大阪なんかほんと山、あんまないでしょ、大阪って。あれ、六甲山、あれ、兵庫県神戸だからね、六甲のあの山脈はさ。神戸だもんね、兵庫県だからね、あそこはね。ではまたおやすみなさいね。じゃあ今日はこの辺で。また、おすごいありがとうね。またね。はい、終わりました。どうも。YouTube は終わりましたよ。じゃあスティッカーの方もね、二郎さんおやすみなさい。また明日ね。はい、終わりました。じゃあ最後に一曲歌って終わろうかな、ローカルで一曲。今度はこの歌で終わろう、最後は。今日最後の一曲はこれで。泳げたら聞くんでいこうか。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝
僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。初めて泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど、海は白いぜ、心が弾む。桃色サンゴが手を振って、僕の泳ぎを眺めていたよ。毎日毎日楽しいことばかり。ナンパ船が僕の住みかさ。時々サメにいじめられるけど、そんな時はそうさ逃げるのさ。一日泳げば腹ペコさ。目玉もくるくる回っちゃう。たまにはエビでも食わなけりゃ、小水ばかりじゃふやけてしまう。岩場の影から食いつけば、それは小さな釣り針だった。どんなにどんなにもがいても、針が喉から取れないよ。浜辺で見知らぬおじさんが僕を釣り上げびっくりしてた。やっぱり僕はたい焼きさ。少し焦げあるたい焼きさ。おじさん唾を飲み込んで僕をうまそうに食べたのさ。はい、今夜はこの辺でね。ではまたね、おやすみなさい。